私のこのチャンネルも急上昇すればいいのにね。無茶言わんでくれ。なんで私のチャンネルが急上昇することが無茶になるんですか。羽のない生き物に空を飛べってできると思いますか。そういうことですよ。人間だって羽はないけど飛行機で空を飛べるじゃないですか。あんまりわーわー歯向かうと赤番しますよ。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回使っていくのはコスパ最強格納ウリアノフスクです。艦艇の特徴を言うときにコスパをアピールすることある。今回はこのウリアノフスクを各編成でプレイしていこうと思います。つまりミサイルとドローンを核持ちにするということだな。もうこの言葉だけでどれだけ火力の高い編成になるかは想像できることだよね。想像するだけでなんだか口の中酸っぱくなってきたもん。梅干し。はい、今のマリサの言葉を聞いて口の中酸っぱくなってきた人、これがメンタリズムです。完全に的外れです。あと今回は他の編成も割と火力高めでいきます。ディア3初期の空母とはいえかなり強い編成になってそうだな。あと防御面もシーラムとバローを乗せてるからバッチリだね。今回の編成はこんな感じで、では装備も整ったので実際にプレイしていきましょう。マップは北極、かなり雪が積もっている景色ですが、日本の季節も今は冬なのでそういう意味では見慣れた景色ですね。北海でも新潟でもさすがに氷山はねえよ。試合開始したのでまずは攻撃機を発艦して索敵を行います。そしてその流れのまま最初の敵艦を攻撃して味方がどの目標を攻撃するべきかの道しるべを作ります。さらにそこから人生という概念を解いて、人類はどうやって母なる地球と同調するかを説明します。後半なんだかカルト宗教みたいな話だった。そして人を集めて最終的には人類補完計画を成し遂げる組織を作り上げます。あれ、さらにそこからゼーレになってない。そして最初の目標は突撃しているナヒモフにします。突撃してるってことは割と早い段階で味方とも接敵しそうだしな。まずは最接近しながらミサイルを静射、そこから急上昇してもう一度攻撃します。私のこのチャンネルも急上昇すればいいのにね。無茶言わんでくれ。初めて見たよ、うつべじきじきに否定されるやつ。なんで私のチャンネルが急上昇することが無茶になるんですか。羽のない生き物に空を飛べってできると思いますか。そういうことですよ。根源からの否定。人間だって羽はないけど飛行機で空を飛べるじゃないですか。名言っぽいこと言って対抗してるな。あんまりわーわー歯向かうと赤番しますよ。最終的には恐怖政治でねじ伏せてきた。ということで実況に戻りまして、次は攻撃機が撃墜されたのでドローンを発艦します。今回の各編成本命の艦載機だな。さっきのナヒモフは迷子になっているので狙いを変更して、お前が見失ってるんだから迷子なのはお前では。たまたま CGX が近くにいたのでこの艦艇を攻撃することにします。目標の選び方が無差別班と同じ。確かに私経験者だからね。どういうこと。無差別モスキートーン攻撃の前科があります。なんだよその無差別攻撃。渋谷のスクランブル交差点の大型モニターを使ってモスキートーンを流しただけです。想像以上にプロに近い。ミサイルの静射が終わったのでもう一度旋回して攻撃します。核ミサイル2発持ちってのがこういう時に強いよな。そして核が無事命中して大ダメージです。あそこまで接近すれば防ぐ手段なんてないし確実に当たるよな。ミサイルを使い切ったのでドローンは一度帰還させて補給します。次は攻撃機の発艦だな。先ほどの敵は味方がとどめを刺してくれたので他の敵を狙いましょう。あれは一番最初に発見したナヒモフだな。ということで次の攻撃目標はこのナヒモフに決定。国会の3分の2、そして国民投票でも過半数の賛成で決まったことですので簡単には覆りません。憲法改正。しかし近づいてみるとナヒモフ以外にも別の敵艦がいますね。近くに他の敵艦がいるだけで対空能力が実質上がってるから嫌だな。一応後ろにいる艦艇は対空能力の高くない足柄だからいけないことはないかな。もし別で対空ミサイルを持ってたらかなりまずいけどな。まだフレアはあるしミサイルの弾を撃ち尽くすまでなんとかいけそうですね。撃墜されるまでに全弾撃ち尽くしたいとこではあるな。旋回してミサイルをもう一斉射。一応これでほとんどのミサイルは使えたね。ラスト一発最後のミサイルがギリ発射できるかどうか。まだ3機とも生き残ってるから発射できたら結構大きいぞ。なんとかラストのミサイルの発射に成功。あとは自損事故を起こして完了ですね。なんで。すでにドローンの補給が終わってるのでドローン操作に戻ります。次に攻撃するのが一番最前線にいる空母出雲。出雲に核ミサイルを命中させられたらヘリを一気に撃墜できてかなりいいぞ。はい、ミサイル発射前に出雲は沈んでいきました。なんか悲しい。とりあえず前線機械敵はこれで片付いた感じかな。一応母艦周りには誰もいなかったな。ドローンの体力が結構やばいので撃墜される前に再補給した方がいい気もするね。だけど核ミサイルを一回も使っていないのはもったいないので足柄に一発だけ発射することにします。足柄の対空性能ならなんとか持ちこたえられるかもしれないな。ということでミサイル発射。この距離感なら着も防空も間に合うはずがあるまい。核ミサイルの命中を確認。さらにここで味方が追撃してくれて足柄を撃沈。これは味方ナイスプレイだな。ナイスプレイ。唐突すぎるしいくらなんでもボケ雑すぎない。ということで最後の敵への攻撃を開始します。敵艦は何度か攻撃してるナヒモフだな。ここまで何回も攻撃してるとなんだか運命すらをも感じてくるよね。それはこじつけな上に気のせいです。ミサイル発射の直前にチャフを使ってたので結構いいダメージ稼げましたね。すでに味方艦も近づいてきてるし次の静射で撃沈できそうだな。ピンクのミサイルの操船が完了次第旋回してもう一度ミサイル攻撃を仕掛けます。そして旋回しようとした瞬間味方がとどめを刺して敵ナヒモフを撃沈。でも最初にナヒモフに攻撃仕掛けたの私だから私のキルカウントね。小学生もギリ言わなそうなこじつけ。ということでどうだったでしょうか。編成のウリアノフスク、今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。